アシタカが持ってた金の砂金の粒そういうのをこの色にしようって言ったらです、ね、安田さんがです、ね「そんなの駄目よ」とか「センスがないわね」とかあんなにです、ね、CG とかです、ね、デジタル化を毛嫌いしていた宮崎駿がです、ね、結局何で「千と千尋」以来です、ね、ジブリの全、ね、作画をデジタル化することになったのかっていうともう鶴の一声ですね。 えー、今回のですね、色指定ですね、色彩設計をやったのはですね、ジブリのですね、昔から全てをですね、こなしているですね、安田道夫さんではなくて、まあ、新人というかですね、弟子のですね、立山照夫さんです。立山照夫さんです。これ当時の写真ですね。当時の座談会、ジブリの女性スタッフでやってた時代の座談会です。割とちょっと安ュイな感じのする美人です。で、この師匠のですね、安田道夫さん、この間死んじゃった人ですね、はですね、あの、ジーナのモデルっていうふうに言われてます。 まあ、どういうふうにモデルかっていうと、ジーナみたいになんか綺麗とかそういうの意味ではなくて、どちらかという意味ではなくてですね、ものすごく仕事ができて、宮崎駿がですね、安田さんには頭が上がらないからなんですね。例えば、宮崎駿がですね、あの、こういう色にしてくれと、たとあの、前回のもののけ姫だったら、 アシタカが持ってた金の砂金の粒、そういうのをこの色にしようって言ったらですね、安田さんがですね、そんなのダメよとか、あなた本当にセンスがないわねとか、こっちがいいわって、いや、いや、俺はこっちがいいと思って言っても、何言ってんのこっちにしなさいって言って、最終的に仕上げたものを見て、 なるほどなぁって宮崎駿が言ったら、ほら私の言った通りでしょ私が正しいのよと言って、宮崎駿をやり込めて帰ってしまうという人なんですけどもですね。なんかその、実際に塗ってみせられると駿は偶の根も出ないというタイプらしいです。で、その名人にしごかれてるのですね、立山さんの許して今回もですね、ものすごく、 精密で複雑です。例えば、ラストのですね、あの、ポルコとカーチスが殴り合うシーンありますよね。あの、殴り合うシーンですね、水中に倒れる時があって、口の中からあぶくが出るんですけども、このあぶくの色をどういう風にするのかと。本当はあぶくの色、これ抜群なんだけど、こっちの色にしちゃうと、カーチスの水中の顔色が生えちゃうと。でも、この時は、みんなにポルコの顔を見せたいから、ポルコの色が映えるあぶくの色にしなきゃいけない。じゃあもう、 ちょっと残念だけど、あぶくの色はこの、まあ、ちょっとこっちにしますみたいなことをですね、対談でこう語っているんですけどもですね、森田桃代、桃モちモって言われる人ですけど、この桃っチは、あの、実際はヤッチンと呼ばれた安田道夫さんですね、ジブリの色彩設計の、怖い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 おばちゃんです。えー、まずですね、表の文章には悪口が出てこないんだけども、あの、押井守さんはですね、ジブリでアニメ作れないのは、あの、お顔ないババアがいるからだというふうに言っててですね、で、あの、ジブリは やめた人も何人か、あの人は本当に怖いというですね。であんなにですね、あの CG とかですね、デジタル化を毛嫌いしていた宮崎駿がですね、結局なんで千と千尋以来ですね。 ジブリをのですね、全作画をデジタル化することになったのかっていうと、もう鶴の一声ですね。えー、安田道夫さんがですね、もうこれからのし、あの、色指定はですね、デジタルでやるからっていうふうに言ったので、逆らえなかったというですね、<れ>唯一宮崎駿より強いおばさんがこの人なんですけど、この人がまだ怖くない時代です。が出てくるわけですね。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。